黒釣り花は、西木木か西木木族の落葉低木。別名、紫釣り花。樹高は2から3メートルになる。今年枝は緑色で、滑らか。前年枝は紫褐色で、古い幹の樹皮は灰色になる。頭河は長さ7から12ミリメートルで、ガリンは7から10個が瓦原重上に並ぶ。葉は、年絵ごとに1から3体体制し、養身は、 長さ2.5から1 2センチメートル、幅1.5から9センチメートル、形は楕円型で、先端は鋭く尖り、基部はくさび型ないし円形となる。円には細かい巨子があり、葉の両面とも無毛で、著しいシワがあり、表面の葉脈はくぼみ、裏面で隆起する。傭兵は長さ5から 10mm になる。夏期は6から7月。 今年枝と前年枝の間にあるガリンコンは木から長さ2.5から5センチメートルになる一体の中産果樹を垂れ下げる。相場ながらは長さ2から4センチメートルでその先に計約8ミリメートルの暗紙色の花を普通3個つける。花がらは長さ5から1 0トルになる。ガク片は5個でコーン系で長さ約1 5ミリメートル。花弁は5個あり、 ほぼ円形で、径約3ミリメートルで、内面に微突起が密生する。湯水は5本あり、花番の上に付き花糸は、ほとんどない。脂肪は、花番に半ば渦漏れ、花中は、ほとんどない。果実は、果てで9から10月に紅色に熟し、長い酸欲を持つ、糖酸角水型になり、三個に劣開し、大々赤色の仮種皮に包まれた種子が露出する。日本では、 北海道、本州中部地方以北に分布し、阿公山帯の林園に生育する。国外では、カラフトに分布する。学名は、ユーリストに従ったが、ザプラントリストによれば、本種は、ユガナマスサシャリネンシスマキシムを標準とし、ユガナマストライヒャルパスコズ、ユガナマスサシャリネンシスバリエーション、トライヒャルパスドーは、その死のニムとしている。同族の釣り花に似ているが、 花が暗視色であることから、黒ツーリり花という。また、主相名のトライヒャルパスは、ミカノ王、サシャリネーシスは、サハリンのを意味する。ありがとうございます。